Hello，虎虎猫，这个怎么念？夕阳燕，蝴蝶结，镜红，豆冰豆酱一袋。Hello， 虎虎猫，傲神，轻伤，大家都好快哦。等我一下哦，我也很快，对不对？原本是一点开，然后就七分钟，早七分钟。最近很多不准时的我，这个 ，Hello， 好久不见哟！啊，ごめん、消えちゃった。Alex Lee Blue Agile， 下面就说。Hello 鲑鱼，志恒两个，パソコンとにらめっこ。なんで？何仕事？今日は。マヨ大姐姐 ，Hello 我叫兰弟弟，勇哥。Hello 勇哥，谢谢你分享直播间。Hello 中痛，傲烧，志恒。谁送我四叶草？谁？我刚刚没看到啊！我就让谢谢你们四叶草。你 ，Hello， 直男，やめちゃんが。啊，そうだよ。おはよう、勇哥。中藤傲小。看看。久等阿奇香菇 WS Alex Lee， 谢谢分享直播。Hello 香菇，然后塔瓦哥是意思，谢谢我就让的一封信。Hello 企鹅，谢谢塔瓦哥。Hello， 没有こんにちは。Hello 香菇菇。对不起，昨天我有工作，没办法开直播。我以为已经改好直播时间，结果没有改好，所以昨天临时改，对不起，没关系啦。感谢博弈房 ，Swishing X Y L O N， 可以哦，可以的。尬招，我这里有一个嘛，你看看这里，哪里？这里啊，抓到了，这个。ねね聞いて奨学金もすごいすごいおめでとう。奨学金もらうって大変だよね。おめでとう、お疲れ様。バリすごい、本当にすごい。いや本当にすごいよ、奨学金もらうなんて本当に大変だもん。すごいおめでとう、めっちゃ頑張ってるね、本当にすごいと思う。頑張ってね、これからも。クリス、ねね、昨日やったらあんま見れなかった。あ、じゃあ今日は全部見れるってことね。でもね、今日ね、1時間半しか開けないの。あの後でちょっと用事がっていうか練習があるから。ランクファン、ハロー草莓ちゃん、ジェンク、クク猫给你、クク猫给你ちゃん、ハロー、クク、KKDD、ジェク、ハロー主角龙套。Hello 烂嫩粥，卡丘天天，恩勾引一凯小五，乖乖阿春锦游，真锦游，麻友晚安晚安。もともとは文化賞の今は県の、すごすぎ、県の奨学金とかすごいね、すごいよ。陈智慧，恩勾引午安。時間半なら全部じゃないけど見れるか、全部じゃないの泣ける情を。建国谢谢你的枫叶 ，Hello 小五谢谢你的真情告白，建国谢谢枫叶，小智谢谢你的红玫瑰，蕾蕾 Hello 蕾蕾 ，Hello 蛋黄哥，看看呢，香槟，熊熊，还有熊熊，蕾蕾，六不蛋黄哥谢谢你的枫叶，咒我在家 ，Hello。咒也是最近很常看我的直播，很开心。今天有闹钟铃吗？我还没想好，但是我打算给你们了。忙しいから，因为我有想，我在想说，
你我也不知道你们要日文的还是中文的，然后就，对啊，所以今天吗？今天吗？洛克 K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  Hello 和洛智 Hello 小秋，莫讲你在玩什么 ？Hello 银风，最近真的太忙了，对，最近真的很忙。礼拜天再给也没关系，没关系是希望聞いていったらいいやん。そうよね。てかメモしていこう。だってさ考えとったんよ。考えとったらさ、日本語がいいのか中国語がいいのか分からんしっていう。期待星期六，真的超期待的。期待星期六。Hello， 李克李古，何农，太虚ジミー洗濯できますって感じでええんちゃん。確かに。どうしよう。ちょっとこのシステムがさまださしっかりしてないからさあんまりわからんよね正直。どうしようみたいな。英語もタイ語も入れて、コップンかみたいな。わからん。タイ語無理やろ。しかも英語で言われたい人とかおるってモーニングみたいな。ピクリク谢谢你的四叶草，真真谢谢你的四叶草，马克拉克塞尔宝贝 ，Hello， 黄牌至尊 ，Hello 北极熊浩浩 ，Hello 哈小小魔术，谢谢你的，那是什么？四叶草。我安呢 ？Google 先生 ，Google 先生，やばい ，Google 先生，ジョンカニ Google 先生でいいね。おはようございます、ジョンカニ様みたいな。小智 ，Hello， 哈小小魔术，谢谢。按下嘎啦嘎，阳光行囊 ，Let's pull， 哎，怎么呢？微积分大师，就谢谢你的枫叶 ，Hello 小恶魔，哎，我刚刚在讲的事情是，因为八月份的粉丝团福利啊，然后我有想过，就是要怎么给你们闹钟铃声，但是我在想。就是我也不知道你们要日文的还是中文的，然后想说还是今天直接问你们好了。いや、Google 先生に聞けばどういうか教えてくれ。あ、そういうこと？ Google のやつかと思った。あ、クッキーね。Hello クッキー。Hello 芋頭。Mac。志祥。発音まで。発音まで？我全部要，不要。Hello 全市里。呆呆耶。莫急，不要暴动了。谢谢花生神魔术的夏令营背包。シリの声で、それはやばいやろ。車掌さんの車掌さんの声とかできるで。よくわかりません。一招。我忘记怎么看粉丝团了耶。莫急。啊，粉丝团我要怎么看呢？这样吗？嗯，等一下哦。粉丝团是怎么看呢？我看看。啊嘞？粉丝团怎么看？粉丝团加入粉丝团的人要怎么看呢？我这边是没办法看了吗？那是什么什么？那是什么？我按到了什么？那是什么？我按到了什么？太近了会心的，对不起，我的手机太小了。韩国语できないし，可以领中文和日文的不介意，真的还是就你们都不介意，就是拼我的感觉这样子吧。我又不是说自己来自日本，这样都不骗到，对啊。真真 ，hello。韩国语できない，韦卢 ，hello。膝盖板七七面面。开什么孙周凯？谢谢娟娟的枫叶，好好，点你的大头贴，点我的大头贴吗？花生小魔术，谢谢你的能量饮料。香菇，谢谢你的行李箱。Hello 风凉，坤坤，天，太近了，太近了，这种的，我的期待用尽了呢。点我的大头贴，我的大头贴在哪里？天哪，我是那个电脑白痴。管理吗？还是什么？我看看，管理啊，不是，好像不是。点我的大头贴，我的大头贴在哪里呀？啊，我的老天！
钻石榜吗？不是啊，这个不是。老天，哎啊，我知道了，你们留言给我，然后就会有那个麻油饭呐、啊，不是吗？啊 ，comment して、comment して自分のところを押す。啊，それそういう感じ？看看啊，哈哈哈。然后嘞，自分のところを押す。押せない、押せない、押せないよ。啊，押せないよ。我自己留言没办法点击自己的留言呢、欸。我刚刚不是那个，太好笑了吧？我刚刚没办法按那个，笑死！啊、你好，我知道了。これは、あ、待って、押してみる。え、メリメリメリ、押せ、押せ、押せ。所以我开直播的时候没办法点进去我自己的就对了。不会按到结算粉丝团吗？什么？还有这种哦？还有这种东西啊？真的、哦？哎，还是我就是做笔记，然后就是你们留言给我，就像中干尼桑啊、里格里格啊、cookie 啊都有麻油饭这符号啊，如何？不错吧？那可以谢谢你的粉玫瑰。sir 不是麻油饭了啊 ，sir 不是麻油饭了，哭哭。那可以谢谢你的粉玫瑰，真摆动。谢阿奎分享直播，吴先生 ，Hello 吕梦桃，谢阿奎的指南针，纸巾。那我要做笔记了。哎，我从这里开始。来吧，麻油饭的大家，你们先留言好不好？今天我只能开一个半小时，因为我后面还有事情要做。哇，真的最近真的太忙了，真的好忙哦，好怀念那个以前的生活。我就烂。哎，我在做笔记。那个那个，我就烂虎虎毛。哎，你等一下要去开会哦，里格里格，真假的 ？Hobby， 哦嗨哟，好，忙起来好啊，忙起来还不错啊，只是开直播的时间又不一定了，因为我们先交直播时间嘛，但是我们其实不知道那一天有没有事啊，就是可能前两天、前一天才会知道，哎，明天有这个工作之类的，我就觉得。那我要改直播时间了，这样子。中間尼桑呢？みんなファンクラブ見えるから、誰かに教えても、いや、いいよ、今いる人の方が分かりやすいから。ココマゲニちゃん。ココマオ。はい、イクワン。ハロー、イクワン。午安。话说下次直播专攻演员，我对啊，我知道，因为我们真的没什么时间开直播了，所以我只能挑那时间。我想说大家都在看公演怎么办？而且我也不知道会线上公演啊，我们这交交那时间的时候，就是不知道会是线上公演，还是我改时间呢、啊？我再问问吧。Hello， 台中真诚物 Kevin Cakes。一般人 Cakes のままやし。てか名前変えんでよくね。礼拜天要同时看公演跟直播。不行不行不行，你们专心看公演就好。我再问问看，或是我再看看有没有其他时间开直播。我会一边看音质一边看吗？不行，这样不行。还好是线上，我们同时看。没关系，我陪你。没关系，用电脑看公演，用手机看你。不行啦，博云，谢谢你的粉玫瑰，谢谢一个人的掌声鼓励。平先，他的盐巴弟，跟成员一起看公演操办的。流浪到屏东兔妹，博云，而且那天哎。礼拜天是七夕情人节吗？还是什么？不行吗？那我只好去退票，不行，这个也不行。我再看看有没有时间啦，有没有其他时间开直播？
我只好挂天麻油了。沈瑟瑟，哎，对呢，维洛里 ，Hello， 可以问麻油上次跟小白和前辈一起跳的心得吗？心得？心得吗？摩吉，摩吉出来，摩吉，等我一下哦。好，出来了，他自己出来了。阿奎，其实是周六哦，周六我也可能要挂停啊，那我就看看有没有其他时间吧，我再公布你们。看看喽，心得，其实我们那个影片是五月要拍的，我们不是有拍大福娱乐城的广告吗？然后大福娱乐城广告的时候，就是聊了很多事情，然后就决定要拍舞蹈影片。然后后来就隔了两周后拍，但是因为疫情的关系，就是延后到上次破现实的那一天，我忘记是几月几号了，八月一号吧，八月一号，对，原本是五月要拍的，然后延后到八月。哦，对了对了，因为那一天下雨，所以小百合前辈帮我订舞蹈教室，然后衣服那些也是都帮我准备的，然后摄影师也是他的朋友，然后对，就是他全部都帮我准备啦，超好的人，超好的，天哪，人真的超好。然后跳舞的时候也是很开心，但是问题是，因为我们只有两个小时跳舞，然后跳舞跟位置走位还有拍影片都是两个小时内搞定的，所以其实蛮赶的，时间蛮赶的。然后因为我们看的影片不是一样的，所以就是有些动作都稍微不一样，没有那么整齐，然后后来就改一改改一改这样子，所以舞蹈那个影片是其实没有很整齐，但是重点是开心啦，拍得开心就好，拍开心的就好这样子。谢谢洛里的一封信，和了四二不背，看直播听你很口也不错，好像也是，但是重点是我没有买线上票，我没办法看公演就对了，我也可能要挂听。上班去，万一等一下要出门练习的话，要小心大雨哦，真假的？等一下我会下大雨是不是？啊，我不要，ご飯食べないで。でも本当にジョンカニさんが言ってたようにやっぱ先輩っていうのは違うなと思った。なんかこれまで先輩とかがおらんかった立場やからさ、どうしてもらったとかどうしたらいいかとか分かんなかったけど、あ、これが先輩の優しさかみたいな、すごく感動したよ。ヤンバーディー、シェシェ、シェシェ、シャオでヨヨンの猫、シェシェヨヨンの猫、ヤンバーディー、シェシェ、パイチョ、ウラ影片棒吗？シェシェ。原本还要拍另外一支影片，就是 take a picture， 然后还有一支不一样的舞蹈影片，但是因为真的没有时间，真的没时间拍了，所以以后吧，以后再说吧。午后很可能会下雨，每天都下雨，我每天都出门，每天带伞很烦哦。快乐橙花，昨天我这里也是台风来，吹的东到西，真的假的？还好吗？嗷摇嗷，快乐田中，先輩の力って本当にすごい。いやもうマジでこれから先そのなんかもうなんかさゆりさんみたいになりたいなって思った。なんか人としてもそうだし、仕事もそうだしみたいな。めっちゃ優しい。我先去工作，今天好忙。大家都好忙 ，Hello 北原，我也每天带伞出门。对啊，最近真的很会下雨。Hello 北原，哎呦，拜拜，拜拜，你要去工作了，拜拜。去哪？我帮你带伞呐、啊。我等等也要去驾驶。哎，真的、哦，你要学开车哦。Hello， 谢谢周凯的粉玫瑰。午安，工作中来打招呼，真的、哦，大家都在工作，也是的。平日下午大家都在工作，谢谢你们来看直播啊！谢谢北原的八月守护针，月守护什么章？谢谢北原。二期生の先輩の意地を見せつけないとね。いやそのなんかさ、いや本当になんかもっと優しくなんていうの？
優しく寛容にならないとなって思った。マジでいやそんな怒るとかしないけどさ、もっと優しくしないとなって思った。ローリー谢谢你的真情告白。哎哎对了，北岩也也有闹钟可以领哦。对啊对啊，我知道啊。香草是灰灰灰，暗红。等到开学后中午直播，八成就不能看了，真的哦。可是我晚上的话比较忙哎。对，研究室，うち。うちどうした？カレンダーのやつ全然無理。もうね、ちょっと本当にさ、もうさ、マジでさ、いろいろ聞いてほしいけど言えないわ。もうなんか、もうつらいよって感じ。つらい、もう。谢谢、あ、マンカー、ポルトガル。あんま帰り、いやもうマジでさ、でもさ、本当にさ、増やしてください、お願い。じゃあ本当になんかもうなんかやりたい気持ちはいっぱいあるんだけど、それを表に出せない辛さ。多分みんなそうだと思うんだよね。なんかめっちゃだから前に撮ったなんか写真とか、先週マンラーハッパーペイエンチャイヨーラー、違うの、盛り上げたくても盛り上げれないっていう、そのなんかすごい間に挟まれてる感じ。めっちゃ個人的にはもうすなんかもういろいろしたいんだけどみたいな、わかるでしょ、ゾンカイさんなら分かってくれるでしょ。クッキー来了。でも入りたい、絶対に入りたい。会社に直談判しろよ。いやもうね、もうね、ね、会社が悪いわけじゃないんだよ。でも好い、シェシェ来看我直播，大家都要去上班了，哭哭。会社の人の責任や、考え方かな、なんか、まあ企画はあるらしいよ。知らんけど、でもなんか、まあそうだね、まあとりあえず今は言えないかも。ハロデンちゃん、ちゃんちゃん、ちゃんちゃん在上班是不是？でも分かっててメンバー何もしないの、分かっててメンバー何もしないのもメンバーの責任。でもさ、できないよ、何をすればいいと思う。じゃあなんか例えばインスタに上げることはできません、ライブ配信でもうなんかそのなんか名前、みんなの名前なんかさ知ってる、なんかタグ付けっていうか、そのアットマークつけてコメント返すのができなかったりとか、結構いろいろ規定があるからさ、あのさ、どうしたらいいと思う、賢い知恵をください。これ盛り上がないがこういうことしたい、いや待って、それはね本当にねできないんですよ、やってないわけじゃないんだけどできないんだよ。ハローディーズシャイガー、難しいね本当に。今天比较忙一点没办法全程担心水手都。いつお前解雇されるの怖いならみんなでかかりに行けばいいのに。そんなね簡単じゃないんだよ。そんなに簡単じゃないんだよ。ハローロナウド、ハローコクワ、だから私は会話を増やせ、もう辛い、この間にいる人すごく辛い。私ここまげにちゃん、ハローね、ここまげにちゃん、那个新幹線是什么啊、新幹線是什么符号、还是你就是喜欢新幹線。新幹線是谁、谁、那是谁、我想知道。博云志祥、阿哲，お金使わせたいなら気持ちよく使える感じにしないと、使えるって使いたい。そうだよね、だってさ会員1個もさすごくあれじゃん、安くないじゃん、だからさすごくね
申し訳ない気持ちもあるよ。对了嘛，我想问一下，你有没有喜欢的东西？有没有喜欢的东西？啊，有什么喜欢的东西？想想啊，哪一类？哪一类的？我真的太多喜欢的东西耶，怎么办？有什么喜欢的东西？我喜欢耳环，我喜欢饰品，我喜欢衣服，我喜欢。露露，露露是什么？你知道吗？露露小猪，小猪露露，你们知道露露是什么吗？一个公仔，然后是猪猪，粉红猪的公仔。然后喜欢猫咪，喜欢吃的，喜欢什么？就很多哎、欸。我就让我问你哪一类？谢谢 Geeks 和你一起。所以木新干线是嗡嗡啊，嗡嗡哦，嗡腾讯。汪汪汪汪超棒的，我超喜欢听他唱歌。喜欢酷酷猫呀，对啊，我喜欢酷酷猫。钻戒黄金钻，不是喜欢的东西，我啊也没有错啊。高見永直接話しに行ってくれたのにね。啊，って感じ。我なんか高見永さん来て、来てじゃ来て。喜欢的东西也太多，我就很单纯喜欢你，张张谢谢。我在烦恼你的礼物，我的礼物，我的什么礼物？情人节吗？生日吗？还是什么？喜欢？有没有想要的东西？礼物？如果你们可以送我的那一种的话，喜欢什么？就太多了，怎么办？生日哦。你从现在开始想生日吗？也太贴心了吧！现在还8月，我生日是11月。哎，对哈，我就让上次那个阿姐的生日礼物也是想很久哈。哎，你要送我，真的哦，好开心哦！哎，你们可以送我，然后我会想要的东西吗？嗯，好难呢。好难呢。お前らが表に立って活動してんねんからお前らで言わない意味ないねんって。まあお金省いて嬉しいけどね。待って、私に言わないで。だってもう本当にね、やりたいことはいっぱいあるんだよ。まあなんか時が経てば言うね。言える時が来たら言うよって感じだね。今は何とも言えないよ。好在我已经想好了。真的假的店长？你已经想好了，那你告诉我好不好？你先告诉我好吗？全部列出来，我们分着送。真的？好啊，那我一个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 讲。好好笑哎、欸，好好笑，无语。麦克风，麦克安安，アマゾン欲しいものリストイン、リストインスタに載っけたら送ってくれるの？ゾンカニさんが。え、ね、ゾンカニさんリンリン誕生日だけど何かあげたの？一定是我想送的，但绝对不是麦友想要的。什么东西？載っけれたら。どういうこと？乗っ切れたら買うけど、あ、乗っ切れたら買うけど、本当？我也想好了，不过遇到一点麻烦，希望没问题。是哦，大家都想好了，好厉害哦！李子早上才下班，累了去睡觉，拜，辛苦了。リンリン今日配信なん？あ、今日配信やから、いっぱいロケット送る。いいな、リンリンいいな。谢谢一个的行李箱。哒哒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 哒，北极熊，北极熊。その時のお楽しみやな。マジで？みんな送ってくれるの嬉しいんだけど、ありがとう。哈哈，いハロハロマヨ，我是刚好刚过20岁生日的小易，小易生日快乐！20岁是很重要的一年呢，加油啦，加油啦！希望你。就是20岁的一年都很顺利，对。
二十岁真的很重要哎，成年哎，日本的成年，加油加油加油，生日快乐！妈有你的应援上，我快做好了，到时候再给。哎，真的假的？好开心哦！哦，这样子的话，我好想念，就是现场的公演，那看不到你们的应援上，好可惜。会員に残してた分もそっちに使うかな。待って、じゃあお金さん戻ってこい、戻ってこい。我只好把自己包一包了。鬼，我不要，谢谢，谢谢谢谢，你送你女朋友吧。因为放你快一年中，我还是不知道你喜欢什么。嗯，我喜欢什么？嗯，好难哦。我太多喜欢的东西，漂亮的都喜欢，可爱的都喜欢，特别的也都喜欢。我这样持ってるからオンライン公演レスくれよね。OK、わかった。持ってるの本当に、本当に持ってるの。谢谢麻油，哈哈哈，被退货，直接被打架。不要 ，Hello 大肥仔。嗯，誕生日プレゼントって難しいよね。生日礼物很难呢。我与麻友喜欢美女，对呀，麻友喜欢美女，你们送我美女吧。没有，开玩笑。你，嗯，好难哦。嗯，我现在需要的东西啊，袜子，袜子，袜子。我在想要买袜子，但是都没有买袜子。还有什么？化妆品，但是你们不能送我，对呀、啊。妹ちゃんのうちはどう言ってない？妹ちゃんのうちは作ってや。靴下100足くらい届くよ。え、ジョンカニさんパジャマちょうだい。ジョンカニさんはパジャマちょうだい。可愛的特別我应该符合。很想，很什么？很好，我觉得今年很好想。什么意思？今年很好想，我要把生日会纪念品、袜子寄给你。不要，那个我也有。ジェラピケ多分金額いや多分大丈夫。日本円の3000円え間違った。え大丈夫やろ大丈夫やろとか言って。わからんわ。みんなジェラピケってわからんから大丈夫大丈夫大丈夫とか言って。なんか悲しいの。え AKB48 さんはさ。ファンの人に送ってもらったものってさ使っていいんだよ使ってっていうかその写真にとか載せても大丈夫なんだよねメール できないからそれがすごく申し訳ないんだよね使ってるもの多いんだけどなシェシェローリーシェシェローリーソンをハードファンマイクエここまげにちゃんシェシェのメイクエあ、わざ我知道我想要的东西就是日常能用到的东西。まあ匂わせって感じだよね。あ匂わせって感じ？そうなのかな。でもめっちゃさ普通にさめっちゃさ例えばピアスとかさなんかつけたい時あるやん。あでも今日これつけてるから写真撮れないやみたいなとかあって悲しくなる。着て写真撮るとかつける写真撮るとか。我超不合。不符合的，不符合的。你说日常用品吗？我说日常能用到的东西，比如说小包包啊什么的，就是，不知道，就是不要用不到的东西，就是不要用不到的东西吧。这也蛮可惜的，因为你们就是这样子很用心送我东西，然后我用不到的话，就是放在那边，就是当家具嘛，就有点可惜，对不对？握手会の時に着るのはちょっとなと思う。なんかそれはちょっとな。特攻服とかだったら別だけど。え待って特攻服送ってよ。それしたら私それ着るわ。それ絶対着る。マジで欲しい特攻服。要死要死。所用的还是实用吧？不是啦。我的礼物预计不是用的东西，不是用的东西。那是什么？猫のおもちゃとか？あ待って。それはめっちゃ嬉しいかもなんか猫の服とか服猫の首輪とか猫のカバンとか猫のあ猫用品めっちゃ欲しいかも
我觉得那个猫用品很棒哎、欸，猫咪的什么项圈啊，猫咪的玩具啊，猫咪的什么的，猫咪的抓抓板啊什么的，猫咪用品很棒哎、欸，我觉得。TP は握手会好きなすぎるからな。AKB は毎週握手会ある時もあったからし、普通に週あ確かに。そっか、だってメイロンの握手会半年に1回、もう今回とかなったら1年に1回とかになるんじゃない？あ、待って、ダーツ、そうだ、めっちゃさ、最近さ、もうダーツやってなさすぎて泣ける。でもさ、ダーツのお店さ、最近行けるようになったらしいんよ。なんかバーとかじゃなくてダーツ専門店に行ってたからさ、だからそういうお店はもう開いてるのね。でもやっぱりコロナ怖いから行けないんよね。だからさ、最近ダーツ愛がどんどん冷めてきちゃってさ、でも絶対コロナ明けたらもっとダーツ愛が炸裂すると思うから、ダーツ用品、ダーツ用品も嬉しい。はい、お猫シフェイビョー用品、フェイビョー用品很棒啊。フェイビョー、フェイビョー、フェイビョー、虽然我最近都没有办法去飞镖飞镖店，但是我疫情结束后很想去。飞镖机台是没办法送，我原本有想过要不要租飞镖机，然后呢，就后来买了飞镖的飞镖靶，因为就是那个机台好像是要有公司，然后就是一个月几就是几千块这样子。飞镖可以送什么？飞镖可以送 fly 啊，就是标语啊，然后还有卡片啊。That's live 的，我没有用凤凰，喂，凤凰那是什么 ？Phoenix 还是凤？哎，忘记了，怎么办？天哪、啊！凤凰的，就是我是用 That's live 的，比如说那个卡片啊，还有卡片真的可以收集，所以卡片啊。回忆呀、啊，然后飞镖的包包啊之类的啊，凤凰，对，凤凰，对，谢谢小秋。バレル高いよね。バレル結構高い。でもバレル、メイが買ったバレルね、2000件ぐらいだったからね、超えてないよ。3000件以内だから。あ、そうだった、忘れてた。普通にジョンカニさんにはあのカード欲しいの。カードいっぱい買って送ってカード500円くらいじゃんだって。だからそれをいっぱい買って送って、あのちゃんとあの何コレクトするわ。コレクト、マリオ生日マーシュ城最大赢家、对，这是送给马鼠的吧。 Hello Lex、 Hello 晴天、谢谢你的粉玫瑰、马蒂、 Talent、今天谢谢今天的红玫瑰。你要去上班喽，小秋。ダーツショップ行ってないからな。ねえ、行ってマジで。行って送って。ちょマジでちょっと、じゃあもう AKB いつかは卒業する時が来るでしょ。その時にちょっとダーツの試合に行きたい。谢谢没有给我建议。没有，对不起。如果哎，重点是你想要送我什么啦？就是你们不用听我的意见，真的。你们送我什么，我就会喜欢，真的真的真的。ここのカード全部くださいって言えばいいの？え、そんなにオンライン通販とか探してみ？やだやだ、みんなに送ってほしいから。无法当薪水小偷，上班加油啦！まあ、でもあと絶対嬉しいのはだからね、アクセサリー系はさ、みんな女の子だったら嬉しいよね。マヨを回来了、现在在聊、在聊到哪？あ、现在是那个生日礼物的部分。就是有人想要我直接跟他说想要什么这样子。对，然后再讲生日礼物。对，其实选生日礼物的时候最开心吧，很开心选别人的。生日礼物欸。あ、ね、言ってなかったっけ、友人のあの誕生日はスワロフスキーのネックレス送って、ローローのあの誕生日はミレーと一緒のカ、ミレーと一緒のカバンのブランドってことでもないけど、そのなんていうの、同じお店のちっちゃい丸々のカバンで、ミレーは、まあ、ローローと同じところのお店のカバンです。
豆，我上次送雨晴跟肉肉跟美玲的礼物，美玲的礼物是那个包包，一个小包包，然后肉肉也是那一个店家的那一间店家的小包包，然后雨晴是 Swarovski。什么瓦罗夫斯基什么的，苏瓦罗夫斯基什么的，瓦罗斯忘记了那个中文怎么讲，苏瓦罗夫斯基之类的项链。你あれ忘れた。中国語のスワロフスキーを教えた。安吉酱，还有安吉酱，选礼物真的好难，感觉你个礼物蛮会挑礼物的，没有吗？ハリュリュハリュリュはもうめっちゃプレゼントのセンス、センスの塊なんだよな。ハリュリュはだよな。スワロフスキー我之前的客户真的哦，选礼物要顾及好多东西。对啊，施华罗斯基，对对对对对，那个。それは別の配信アプリでダーツプロ兼バレルメーカーの人に、バレルメーカーの人に出会った。あ、そうなの？すごい、ダーツプロの人と出会ったの？いいな。その人はさ17とかでやってるの？ちなみにね、お姉ちゃんもライブ配信してるんだけどさ、なんかね結構ね、あのねファンがついててね、びっくりした。この前こっそりね見に行ったんよ、こっそり。私が妹ってことも知らずに、ねえねえさんこんにちはみたいな感じで接しられてね、お姉ちゃんに。やっぱり面白かった。并没有，太看得起我了。当然看得起你呀。そんなことない。いや、マジでハリさんはプレゼントのセンスの塊でしかない。17のリスナーさん、17のリスナーさんなんだ。へえ。探そう。マジか。そうだよ。我姐姐也有在开直播，然后我上次就是偷偷找她的那个。直播的平台，然后我就用就是很奇怪的名字去听他的直播，然后他也不知道我是妹妹，然后他就说，比如说我是叫马友的话，如果啊不是马友，不是叫马友，他讲马友是你好，初次见面，你是哪里人啊之类的，我就觉得我是你妹，但是我吓到了，因为。他其实有蛮多粉丝的，他开直播也不久啊，就最近，算最近开直播，然后就有蛮多粉丝，就觉得哇，他真的很有天分。虽然他直播中都没有做什么，就是，真的是偶尔唱歌，真的是超级少。也不会跳舞，就是一直聊天，然后那还蛮多粉丝的，比你多吗？粉丝的那种不知道哎，不一样的感觉，我不知道，就是他是送礼物的人蛮多的。小油条，在哪开需要丸子？为了学术研究，不告诉你们。上面有粉丝说16+1吗？是什么意思？还有李Tommy。对，我就觉得我姐姐好厉害哦，很有天分。希望我以后就是我也是总有一天会毕业 AKB 嘛，总有一天就是。可能是5年后，可能是10年后，可能是20年后，我也不知道。反正就是有一天还是会毕业嘛。那我就希望就是可以跟姐姐一起开直播，强大的粉丝，好好笑。もう TV やめてそっち行くべきか。いやそれやめて。それをやめて。でもさ、いつかはさ、5年後10年後とかさ、さ。卒業しちゃうわけでしょ。だからそういう時になったらお姉ちゃんといつかライブ配信な、やりたい、何開きたいなって思う。谁又毕业了？没有毕业啦。不是用 Cookie 的名字进去看姐姐，没有啦。期待那一天。可是我跟我姐姐蛮像的，你们如果认不出来哪一个是我怎么办？
以前很常跟妹妹直播，真的、哦。姐姐什么平台，我不能告诉你们呢、啊，除非你们自己找到。但是我姐姐也不会讲中文啦。那首先你们要，首先你们要，就是会讲日文才能认识我姐姐。那我姐都要了，笑死！奈的妹妹很美，我的姐姐比较可爱 ，Tony。然后我姐姐很强，所以很多粉丝都觉得她很强。什么？原班电影为什么是讲？不要讲，是讲，倒过来，倒过来，我可以学。你这很不错啊。学这种就可以了，他没办法，他一直说他从我国中的时候开始学英文嘛，然后他那时候跟我说，妈呦你教我英文，然后后来我就教他两天吧，他就放弃了，然后后来我来台湾之后，他也跟我说想要学中文，然后我就跟他说，好啊，那我就教你啊。然后我就有一天我就跟他说，啊，那我现在教你嘛。他就说，哦，我现在很忙，没关系。我就觉得他真的是没有要学语言的意思，他讲日文就好了。姉妹見るの苦手だから似てるって言われても絶対わからんの。本当？見に行った時お姉さんどんな話してたの？え、どんな話してたかな。でもね。歌歌ってるわけでもないし踊ってるわけでもないし、とにかくね自分の話をしてるんだけど、なんだろう、ずっとね、あ、何々さんギフトありがとう、何々さんギフトありがとうって言ってる。でね、あのギフトがない時はなんだろう、あのハリちゃん、ハリじゃない、ハリじゃないわ、ハリーがいるでしょ、ハリーが愛犬のワンコのハリーたんですみたいな。私の宝物なのみたいな感じかな。永遠そのループじゃない。嘘、そうそれはないけど、ちゃんといろんなこと話してるけど、あ、妹がいることも話してたな、私の前で。ワロピーワロピー、え、なぜじゃやまかも。ハロショウェイガパパオニショーダシャジ。李真超哥，ハリー先輩、そうだよ、ハリー先輩だよ。悪意しか感じないのは気のせいかな。え、誰の悪意？悪意じゃないよ。普通に真実だよ。哈，我真的不知道要怎么念啊！这是什么？李先生还是李？李吗？我怎么念？笑死！他很常开直播耶，他很厉害，就是早上开一个小时，晚上开两个小时吗？李一李吗？あのね、お姉ちゃんは朝1時間夜2時間とかそんな感じで開いてるんじゃないかな。なんか毎日開いてるらしいけど、一応メイティアのニートじゃないよ。あのね、あんまり言えないんだけど、ニートじゃないよ。全然ニートじゃないよ。小姐姐要学点方言了。对不起哦。专业没有，不是专业的。他是，我不能说哎，就是美容的，对，美容的，只能说美容的。毎日配信開かなあかん。なんかね、美容系の仕事なんだけど、あのね、お店で勤めてるとかじゃないから、結構自由なんだよ。そうなんだよ、お姉ちゃんはね結構ねキャリアウーマンなんだよ。そう、こんな妹がいるけどキャリアウーマンなんだよ。それでなんかね、あのね自分でその仕事の時間とかを決められるから、決められるからね、あのなんて言ったらいいの、その暇な時とかはこうライブ配信ができるんだって。ねいねい、誰かのメイクさんと、私のメイクさんだよ。リオミョン、ハロー、セイゴー。
我姐姐不是专业的直播主，她是做美容的，但是她的上班时间可以自己决定，所以就是她觉得很无聊的时候就开这样子。希望有一天就可以跟她一起开直播，好开心耶！姐妹直播不错吧？但她不想要经营 IG 那些，她怕麻烦，然后她不会拍照，所以她不会有任何的社群 APP， 还可以当做打广告。她没有 IG， 对，她都没有任何的社群的那个，她只有 LINE， 其他都没有。音信途切れても存在すらなさそう。え、誰？私が？まゆちゃんが卒業した時に私の音信が途切れちゃうって。いやもうそれは絶対に嫌だ。みんなとこのなんかこうやってこんなにさ3年もさかけてさ、まあ3年も一緒にいない人もいるけどさ、これから先まだあるわけ。そのさなんかさ生まれたものをさ卒業したからってブチって切るの嫌だよ。じゃあ这一点会変えたい。这不一定耶，麦ちゃんと音信途切れて、我知らもう。麦ちゃん、我先やめて。じゃあ LINE だけ教えて。おい、おい。君を見ている演技だ。あちょ。大人になって。ダメです、ダメですって言わないの。電波悪いなどコメントだけ見てます。辛い。あり電波良くなれ。LINE は大事なのに、大切な人にしか教えられない。かわいい。请问用日文怎么说？我不会念怎么保比什么的。哒哒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 哒。等我一下，跳。治ってただけどまだ分かったんだ。テックス、谢谢你的愛的小熊。なんかさ唇がさすごくカサカサだから、ちょっと不用理、不会念的留言没关系。等我一下哦。嗯。谢谢你，依依，谢谢你的红玫瑰，北极熊。これはね、林姐给我的口红。Hello， 宇哥。でもさ、いろんな人がさ、ライブ配信してるわけやん今。でさ。なんか、まあ、歌が上手い人とかダンスが上手い人とかすっごくセクシーな人とか可愛い人とかいろいろいてさ、じゃあさメイはさもしさそのライブ配信だけってなったとするじゃん。じゃあさ何をしたらいいと思う？有アジェの味道も有耶、性感的味道。妈妈上次寄来的饼干，你豆子给丁姐的吗？还没，我今天给她好了。哎、欸，我发现 Seven 也有卖耶，米豆子的饼干，笑死。自分で考えろ。いや、みんなの意見は大事だよ。アドバイスってやつ。まあ、めいちゃん卒業する前に俺が先に卒業しろ。やだ。無理、私が卒業するまでは絶対にいてね。大喜利やるしかない。やばいやろ。ライブ配信の大喜利とか。やばいやろ。しかも大喜利できやんし、普通に普通に。うう、羨ましい。给你分享。分享一点点。だんだん抑えきれない。めいちゃんだらだら28までとか TP いそう。28か、10年後か、長いな。不啊，可以，谢谢你的粉玫瑰 ice。不想看到妈要毕业，我没有说要毕业啊。直播吃过火锅吗？当然有啊。有什么底吗？喜欢的底吗？
麻辣锅吧，喜欢麻辣锅。ハリーさん、やっと電波戻ったのね。アイス、アイス。私は君に言わなければいけないことがある。この前さ、インスタでさ新しい写真載せたやん。そしたらさ、誰これみたいな感じのコメントしたでしょ。そのコメント見た瞬間グサッときたわ。グサッ。修正しすぎてますかみたいな。そんなに修正してなくない？でも誰これ、ひどいよ、グサッときたよ。アイスさん癒して、癒して。ディエンちゃん、シシンの掌声鼓励。10年マヨヤオ毕业了吗？总有一天吧，总有一天吧，可能下辈子吧。我就是年纪大了哟。アホみたいに笑ってるやんとか言ったやろ。もうみんなのコメント覚えてるんだからね、ちゃんと。我知道谁留言什么。我在吃火锅自己的。有不知道。ハリウさん、ハリウさん、さゆりさんと踊ってるの見たよ。髪型違う、あのね、髪型マジであれ失敗してるよね。なんかさ、前髪をさメイクさんに巻いてもらったんだけど、もう巻かれてるのがすごくなんか巻き巻きだねみたいな前髪になってて、なんか変だよね、あの前髪ね。真的看不出来，嘶哑的我都看不出来。那你那个多看一点。IGTV 啊，没載せてないよまだ。今度載せるね。今度載せるよ。今はね、あのね、黒が並んじゃうからもうあと2個ぐらい投稿した後に載せるよ。楽しかった。さゆりさんマジで優しいわ。大好き。まだ3回4回ぐらいしか会ったことないけど大好き。YouTube で見た？ありがとう。真的好喜欢他哦。虽然只见过三四次而已，但是觉得很喜欢。而且，对，他的个性蛮像我姐姐的。さんのおせした、マヨファンの人のね、メモってるの今。ハリューさん、今天要練習よ、每天都有練習よ、每天都有よ。小百合整個就是個好人。对啊，真的是好人，好人，大好人。朝から頑張ってマイちゃんのお姉ちゃん探さなかいか、探さないかも。いやでも、もし見つけたら一瞬で分かると思う。似てるもん。全部似てるもん。鼻も口も目も似てる。でも目はもうちょっと優しい、垂れ目にした感じ。似てる、すごく似てる。名古屋のどっかのアイドル団体に合格できなかったとかでしたよね。え、誰が誰が。朝配信してたら見つかるかな。え、でもさ、やっぱりさ、いろんなライブ配信のやつがあって、あのなんていうの、アプリがあって、いろんなライブ配信がいるから、やっぱりさやっぱり見つからないと思うよ。三国志士の枫叶小百合さん、あ、そうなの。へえ、我们这边吃啊饭吗？有真的哦。安德鲁 ，Hello 安德鲁，忠诚哟。最近は焼肉が食べたいです。リクリク自身の心理想。ダン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 、あ、そうだ、待って、ごめん、めっちゃいきなり大きな声を出した。あのね、アンケートみたいなんでさ、なんか性格を書かなきゃいけないやつがあってさ、我现在有个要填的表单，然后要什么，要描述自己的个性，还有什么特徴，个性，三个形容词形容我自己的话是什么形容词之类的，还有什么，我想想。啊，我自己的优点跟缺点之类的，我要写这个这些东西，然后就我自己写不太到。你觉得是三个的形容词形容我的话嘞，是什么？说 Angie みたいなのがある。谢谢リクリクで一封信。今天晚上要烧肉如何？他什么？
要烧烤牛五花哦。你说你啊，讨厌。ごめん、おととい鶴橋で焼肉行っちゃった。つらい。なんで写真送ってくれないの？泣き虫わがまま、めい可愛漂亮。我自己讲吗？看起来很温柔喂。什么叫看起来？那个前面三个字不用了，谢谢。性感癫狼可爱吗？我婆我婆我婆，哎，请问那个是形容词吗？那是名词好不好？这个危险的人。温柔无瑕，无瑕瑕是不是香？血中血的血，无血无血，单纯。空気を読める，会看脸色，会看脸色。メイちゃんにあった写真，メイちゃんに写真。いいよ、見せてろ、してよ。シェアしてよ、シェア。大阪人，大阪人不是形容词，好吧？这是我的错，问你们，这是个我的错。无害好了啦，无害。看起来很会讲日文，你们哈都一点点都不认真帮我想。温柔认真哦，我认真有写，我认真有写，我写我自己想的是认真热情，还有一个我想不到。然后缺点的话，哎，我优点是写好胜好学，然后认真，对工作有负责。负责，哎，责任感，还有写什么？对，然后缺点的话，会容易想太多，然后太容易紧张。哎，写什么？还有写什么？忘记了。之类的。笨笨的是什么啊？笨笨的是什么？妹ちゃんの性格、好評？なに？好評ってなに？好評とは？青春？守備範囲が広い？你什么感都可以？直播什么？麻油？其实我没有很喜欢麻油哎。反应慢喂？公平とは？公平とは？平等みたいな？土豆 ？Hello Oscar。防疫慢，对了，防疫确实很慢啦。好了好了，我就让弟弟不要再生气了，我没再生气，不要担心。So， 啊，私が平等ってこと？みんなに？本当？平等？私みんなに平等？哒哒哒哒啦！啊，哥哥，谢谢你的一封信。哒哒哒。あ、そうだそうだ、あのね、さっき日本語で言ったっけ、あのなんかアンケートみたいに答えなきゃいけなくて、3つのなんか形容詞で自分のことを形容してください、形容詞例えてくださいみたいな感じがあって、だから最初はなんか情熱的、そして真面目って書いて、あと1個が全然思い浮かばないので、あとはね、自分の長所と短所を教えてくださいみたいなので、長所のところは真面目、あの何でもやる気あるみたいなで、真面目は言ったかで、責任感が強いみたいなで、短所のところはちょっとなんか深く考えすぎてしまうところがあったり、結構緊張しいっていうのを短所に書いて、で形容詞のところには、あ、情熱って書いたんだよね、情熱と真面目って書いて、あと1個が浮かばないっていうやつで、你们有生气当观众会烦、厄介にも優しいっていいところ、やばい、じゃんじゃん、泣き虫、完全に大喜利のお題じゃん、大喜利のお題でどうする、就活みたいしたことないけど、そうなんだよね、今就活みたいなアンケート書かなきゃいけないんだよ、でめっちゃ迷ってるんだよな。要怎么办？这形容词跟我的优点跟缺点，怎么办呢？哒哒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 。脂肪臓器とかあるないわ。何の脂肪臓器や？喜欢与人相处，哦，这个不错啊，喜欢跟人相处，不错哦。我喜欢跟人相处吗？喜欢呐。喜欢跟人相处，人相处。谢谢岩巴弟弟的粉玫瑰，
人に平等に接することができる人だと思うよ。本当？嬉しい。ありがとう。愛台湾就是大优点。哦，也是啦。那爱台湾，好。爱台湾。我写了。短所は長所がたくさんあるところ、短所は短所、長所は短所が少ないところ。めっちゃ笑うよ。バリ自己なんていうの、ナルシズムがすごいわ。喜欢把我当球棍。如果我这样子写，可能公司觉得我在欺负粉丝。Hello D， どうしよう。全て進む。なんて書こうかな。あとは、あともう一つね。以前做过最叛逆的事情是什么？我没有叛逆啊，可能是写作文吧。爱屁屁，没错。Hello， 岩板弟，谢谢你的粉玫瑰。就是物事を続けられること。啊，ありかも。なんて言ったらいいんだろう。物事を続けられる。就是可以继续做一样的事情。哎，なんていうの？物事を続けられること。ちょっと後で調べよう。なんていうか。物事を続けられること。あとはね、今までで一番反抗したことは何ですかとかあって。なんだろう。自分が反抗したこと？なんだろう。七七零一 ，Hello。我就让，不是我就让哎，我刚刚没有看到我就让。七七零一分享直播。お母さんの前で宿題をやったこと。そうだよ。有点是学中文学的很快吗？很快吗？不算快吧。最叛逆不是练舞的时候。对对对，练舞的时候不是很容易腻的个性吗？可是我对某一件事情是不会腻呀，就是我很容易腻，是可能玩游戏。玩游戏跟吃的东西这个方面的话。很容易腻，比如说我今天啊，最近很喜欢吃，怎么办呢？比如说个起司蛋饼好了，起司蛋饼，那可能过一阵子就会腻了，然后换个口味之类的。但是工作或者是人或者是一个事物的话，不是游戏那些的话，我其实不太容易腻耶，人也是，红茶拿铁，我今天也是喝红茶拿铁，好不好？哪有容易腻呀？お姉ちゃんに大丈夫、無理やりダンスを踊らされた時、紅茶を飲みに行ったのが一番の反抗。それはやばいな。最叛逆的事情就是把什么阿鬼退后小子。叛逆是听不懂别人讲笑话的部分吗？有可能。怎么办呢？どうしよう、なんて書こうかな。反抗したこととか思い浮かばんよね。基本的に結構真面目に育ってきたからな。あとなんかね、今まで一で一番悲しかったことと嬉しかったことを教えてくださいみたいな。大丈夫はタイプミスでした。あ、だよね、思った。对人容易腻是什么感觉？可能很喜欢跟某一些人玩，然后玩腻了之类的。このアンケートに反抗してます。あ、待って、それは素晴らしくいい答えだわ。あとなんだっけな。形容詞が思い浮かばん、形容詞が思い浮かばん。何がいいと思う。我真的是缺少了一个形容詞。反抗したことはありますが、听起来渣渣的。对，看直播看腻了之类的，是你们吧。あ、感觉不专一。专一是什么？制服に反抗、それは制服レジスタンスでしょ。じゃあにまよ、我才不渣嘞，你才渣嘞。没有，开玩笑的。土豆完全不是渣男，土豆是专情的。面白く書かなければ使ってもらえるか。いや、それはない。結構真面目なアンケートなんだ。真面目なアンケートなの。 KX ハローバーボー。あとね、本当に思い浮かばん、泣き虫っていうのはさ、どうなんだろう。你可能比较开心说他渣。我不是渣。对啊，你不是渣，阿鬼才是渣。开玩笑的，你懂吧？十年 ，Hello， 十年。どうしよう、なんてかこう考えてるんだ、昨日の夜からずっと。
パスする？タタタタタタ。泣き虫は感情、あ、感情豊かって書こっか。じゃ感情豊かでいいや。感情豊か、私はすごく感情が豊か。確かに感情豊かだわ。私感情很丰富。私だって、まあテストでもないし正解とかないけど、まあそうだね、感情が豊かだね。我懂啊，臭渣葵です。え、我觉得很棒ね。你去改名字吧，臭渣葵。ツッコミどころいっぱい書いといた方がいいし。感情豊かだね、確かに。まあでも泣き虫でもあるかも。でも外であんま泣かないんだよね。家で一人の方が泣いちゃう。親をパンに。反抗したことって何なんだろう。反抗したことマジで思い浮かばんやけど、お母さんに聞いてみようかな。反抗したこと何ですかって。何だろう、深夜に花火しに行った時とか。それぐらいしか思い浮かばん。深夜去跟朋友一起去那个放烟火，不是放烟火，那个仙女棒嘛。然哥反抗着闹钟，反抗したエピソードとして話せるやつ。あのさ、マジでさ、反抗したことないんだよね。わからんないけど、反抗したこと？那我问问看，你们的叛逆故事是什么？線香花火、想像で書いてたら私が反抗しそうなこと？え？分からん。反抗したことあるんかな？はあ、如果问你们的叛逆的故事、有同理心提携、胸を見せまくる、胸を見せまくる夢をメンバーにさせるとか、それやばいやろ。誰が書くねん。同理心好像也有，哼，把家里的柜子给砸了之类的没有，从来没有，マジでない。反抗したことないから、想像で書きましたって書けばいい。有次跟爸妈吵完架去染大金发，哎，很棒哦，哎，我觉得这个很棒哎，去染头发很棒哎，我都没有哎。哎，何反抗して作やったことないんだけど、マジで。マジでないな。なんだろう。マンジョ？什么？マンジョママ偷偷去ネットカフェ上班不算。是单恋故事后要讲叛逆的故事了吗？对，我应该算没有叛逆过。我也是耶。お餅に反抗？お餅に反抗しないよ。お餅が反抗してくれるか、反抗してくるから、それを私はもう寛容に受け止めてるよ。老板叫我不要看麻药直播，我就要看。自己都长胖吗？翘课，翘课其实也还好。ないよ、マジで。都在厕所看直播，也太可爱了吧？なんだろう、韓国。韓国什么的？那我就没叛逆了。但国小的时候有染过红发，やばい红发。翘课超平常的。ないとかまゆちゃん使われないから残念だ。そうなんだよな。まゆってさ、結構さ、なんかさ、見た目だけでさ、結構みんなにさ、なんかなんだろう、こ怖いじゃないけど優しくなさそうとか、なんか経験なんかそういうなんか反抗した経験とか。そういうなんか悪いようなことのなんか経験みたいながさありそうってめっちゃ言われるのね。でもさ、マジでないよ。だからいつもそういうこと聞かれたらごめんなさいって思っちゃうよね。ごめんなさい、ないんですみたいな。しかもさ、ミレイとかにも結構聞かれるんよ。なんかめいちゃんって何々そうだよねって、え、マジでないんだけどみたいな。でお姉ちゃんかお兄ちゃんにいたずらとか反抗か。あ、お姉ちゃんの服をめっちゃ勝手に着てめっちゃ怒られたとか、それぐらいしかない。ずずとハスチ、道端の猫に反抗したことない？ないとか、道端の猫いたら写真撮るし。お兄ちゃんに反抗もないの。
从小就是很叛逆，麻友中的中，哎，麻友的中文说的比我好，什么？我讲的中文比你好吗？开心。なんでお姉ちゃんの服買ってに来たの？いや、遊びに行くからだよ。遊びに行くから、そのために来た。お腹すいた。粉丝很叛逆的故事，我对你们很叛逆吗？我有叛逆过吗？有吗？いや、なんで来て、なんで来ていいと思った。可愛かったから勝手に来たんだよ。家君、マジでさ、ないわ、反抗ないわ、どうしよう。じゃあ、我君很叛逆。お兄ちゃん、ない。お兄ちゃんも好きじゃない、好きじゃないというか仲良くはそんなにないかもって感じ。好きじゃないこともないよ。好難の。店員さん。基本的に外で働いてる人に悪い態度を取ったことがない。なんかみんな大変やん。私がさ、アルバイトしてる時あるかな、ないよね。アルバイトしてる時に結構嫌な思いしたことがあって、で、まあ、外で働いてる人もみんながみんなめっちゃそれを望んでやってるわけじゃないからさ、たまにさ態度の悪い店員さんとかがいても、お疲れ様ですって言いたくなる。ちょっとお疲れ様ですって言いたくなるからね、決めてるの自分では。あの外で働いてる店員さんには何があっても悪いことは言わない。その人がちょうど気分が悪かったんかもしれないしみたいな。ないですっていいじゃん。確かにもうないですっていいかな。何でしょう、一些特別小的故事啊，不写好像可以写作文那件事情。我喜欢麻油，而且很高兴能认识麻油。洛丽，给你一个大拥抱，乖乖，不生气，不生气，乖乖。我也很开心认识你哟，洛丽，吃巧克力球吗？啊，我刚刚，我刚刚讲的日文的故事是，哎。蛋黄哥你还在，有人说那对哥哥有叛逆过，我说没有。然后对店员呢，我没有，因为我以就是自己有一个，就是自己答应过自己的事情，是我对外面的店员一定要就是好好的，因为我自己也有打工过，然后高中的时候都在打工，然后就在打工的时候可能就是被上面的人骂，或者是被逼着做一些很没有道理的事情，所以可能那个店员也是不是很愿意做事，就是那个店员应该也不是每个店员都是喜欢那件事，就是自己的工作。所以我就想说，就是不管店员的态度好不好，或是店员就是对我很不合理，我就不会对他生气，我就想要说一声辛苦了。因为他们可能刚好心情不好，刚好被上面的人骂，还是刚好发生了一些事情，然后影响到他的工作。对，所以我自己很就是我自己决定的事情，其中的一件事情是我对外面工作的员工店员一定要好好的说谢谢，辛苦了。外送人员也是，上次蛮生气的、哦、我叫外送，然后上面写15分钟，
但是他来的时候已经超过一个小时，一个半小时，差不多一个半小时了。一个水果，然后一个半小时，我真的是饿得快要死这样子。然后我就蛮生气的，我就想说你怎么绕来绕去的。然后就，但是我就想说，可能现在外送人员比较少，然后他也是要跑来跑去，蛮辛苦。然后天气也是不是很好，那他们骑车又很危险，那叫他们骑快一点也不对。然后就想说，就是他来的时候，哦谢谢辛苦了。然后他就说不好意思。然后他一就是他那个给我水果的时候，其实他的表情不是很好，他的一脸就是很不爽的表情看着我。但是我就跟他说啊，不好意思，辛苦了，谢谢你这样子。他就说哦，不好意思，我迟到了，因为我要绕来绕去。我就想说，对嘛，就是这样子嘛，就是我说辛苦了，谢谢你。那他也会觉得哦，终于听到辛苦了这一句，然后他也可以加油啊，那不就 win win 嘛，这样子。所以呢，你们遇到什么就是态度不好的店员之类的，你们就是要好好的。どうなんだっけ？一定是用フードパンダ吗？そういえばイタリアンかどっかのバイトでしたとカップルのビール。あ、待って、めっちゃめっちゃおもろかった。同じビールって教えなかった。いや、ちゃんこじゃないよ。私の優しさだよ、それは。めっちゃおもろいあれ、本当に。看到マヨ还心情不好吗？然后说完辛苦啦，以后给都不必喂，我不会。只要是男人看见马油，心都会软了，因为是你的关系，我看到美女心情就好。可是我在那个什么 SNS 上看到那种店员跟客人吵架之类的，然后他们口气很差，我觉得啊，你们不能互相就是鼓励一下吗？这样子，もう韓国都是帰ってくれ、それはやばいやろ。いやあれはおもろかったな。ハリーさん知ってるんかな、このストーリー。もしかしたら知らんよね。いやあれはおもろかったな、マジでおもろかったな。あれは本当に笑えるな。我以前打工的时候遇过很多很多很好笑的事情。いかに自分のエピソードを出すかだよアンケート。知らない？那我用日文讲一下那一件故事。我等一下我再用中文讲好吗？我都带得很好，那很棒啊。イタリアンのねレストランで働いてた昔ね。で、コロナだったっけな。あ、コロナってコロナビールってあるよね確か。え、コロナだよねビールの名前。ドイツの、あ、まあ分かった、コロナって言わないようにしようじゃ。ドイツビールをね売ってたよね。コロナだよね。でさ、ドイツビールを売ってて、ドイツビールと普通の生ビールがあったのね。で、私のとこ働いてたレストランもレストランで悪いと思うんだけど、テーブル席にこうなんかこういうの置いてあるじゃん、おすすめのビール、コロナビールみたいな、ドイツ産のコロナビールみたいな感じで、で、まあ、先に女の子の方があのあ、じゃあ生ビールくださいって言って、でも男の人の方があ、じゃあ俺はこのドイツのコロナビールでって言って、私はじゃあはいかしこまりましたって。でもね、ビールの樽一つしかなくて、どっちもコロナさん、ドイツ産のコロナビールやったんよ。だから生ビールとコロナ産のビール、どっち頼んでも同じ種類のビールが出てくるのね。わかんない、メキシコかどうかわかんないけど、とりあえず違う、なんかその特別なビールみたいなのがあったんよ。で、まあまあ両方入れて持っていくわけやん。まあ味も一緒だし、形も一緒だし、全部一緒なんやけど。で、それで女の人に渡しました、男の人に渡しました、はいごゆっくりどうぞって言って、でね、それがね、私がカウンターでこうカウンターがあって、ここの席やったんよ、そのカップルがちょうど。で、私はここに立ってて、そのカップルがここにいたんよね。で、その人の会話をこそっと盗み聞きしちゃったんよね。そしたらなんか女の人がなんか、え、そのビールはどう違うのみたいな、なんかそれでなんか男の人が、あ、一口飲んでなんか、やっぱりこのなんかドイツ産のこのビールは違うな、やっぱり美味しいよみたいな、なんか女の人のビールもやっぱり違うよ、なんかもうなんか忘れたけど、なんか例えば、あ、もうこの喉越しが違うわとか、このコクが苦味がどうじゃこうじゃってめっちゃ喋ってて、私はどうしようどうしよう、このビール全く同じなんだよな全く同じなんだよなって思いながらも、全く何も言わずに、私はこっそりとそのカウンターのところでもうあれはもうめっちゃおもろかった、もうマジでかわいそうやん、そこでさ、なんか、それねみたいな、同じビールなんですよっていうのも違うし、
あ、そうですよね。お客さん分かってらっしゃいますっていうのも違うし、もう分かんないからほっとこうと思って。澳门看事情的告白气就谢谢您的诶夫妇妈事情的真情告白。我再用中文讲一下这个故事。呢，我以前在意大利料理的餐厅打工，然后有一次我接到一对情侣，然后我们桌子上啊，就是他们的桌子上有有一个 menu 上面写说我们有提供德国产的啤酒这样子，然后后来这个女生点餐的时候，女生跟我说那我要生啤，然后男生说那我要，就他指着那个 menu 菜单里面的说那我要这个德国产的啤酒这样。我就想说啊，其实我们只卖一种啤酒，就是我们卖的就是德国的那个啤酒，不是，就是生，你说法不一样，生啤或是德国产的啤酒，他们说法不一样，其实是一样的酒这样子。然后我就是我没有说很多故事，我就给他们说，哎，这是你的啤酒，这个也是你的啤酒这样子。然后后来他们坐的位置是我在这里，然后有个这样，我在站在这边，然后一个吧台这样子，然后他们坐在这里，然后我就偷偷听他们的故事，然后就是女生喝了啤酒，然后男生喝啤酒，他们交换了一下，然后那个男生说啊，还是我的啤酒最好喝，那什么德国产的啤酒跟普通的生啤的差别在哪，那他喝的时候的感觉很不一样，他的味道怎么样怎么样。我就想说不好意思，你们喝的啤酒一模一样，只是你们的说法不一样而已，我们提供的啤酒只有一种。你们懂我意思吗？所以男生想要就是装酷啊，然后就是想要跟那个女生分享一下，就是他很懂酒这样子。就是我就觉得要怎么办，要告诉他们其实他们是一样的酒吗？还是然后后来就在那边偷偷听他们的故事这样，他们说话这样蛮好笑的。哎，给的你看过看过，指着那个美女，就跟麻友和 TP 第一大变态的关系一样吧？什么？又是一个类似红茶拿铁和奶茶的故事？不是啊，不是，完全不一样。那男的给男的一点面子，对，男人呢爱面子，告诉他们的话，对对对，所以我就没有告诉他们了。我就默默的听他们的对话，就觉得好好笑。以前真的是打工的时候，每天发生很多有趣的事情。一直是个ホテルバイトはね、もう一生しない。もう一年ぐらい続けたけど、本当に足が痛かったよ。走りまくるし、ヒールで。CJ1103。遠く。遥か彼方へ優しい歌が。其实那男的现在在看你直播没有？マジで反抗っていう反抗がないんだよな。面白いエピソードは書いておくべき。確かにそうだよね。反抗しておけばよかった。みんなに反抗すればよかった。ほーらー、反抗に見せるんよ。あ、わざと？なんだろう。志祥、え、已经一个半小时了耶。嘘つかなくても反抗したように見える感じに書く。なるほどね。从现在开始叛逆吗？太好笑了吧！我现在已经22岁，开始叛逆也太晚了吧？六年版了吗？差不多了。
やば、もう2時半か。もうそろそろ用意して出かけないといけないんだ。代表还年轻。对了，对啊，18岁。关直播了吗？差不多了，不写问卷叛逆。你可以叛逆，然后不要下播，然后就不出去嘛。谢谢 Kix 一见倾心，倾心，倾心。谢谢叫的告白气球。お出かけっていうかお仕事なんだけどね。最近は毎日練習があるの。どうどうすぐ。不妥吗？有你怎么可以？这个叛逆，这个是罪，不是叛逆，这已经是罪了。你已经得罪了。しくじりさんま？しくじりさんなんていっぱいあるよそんなの。バイトなんてしてたらさ、毎日しくじってるようなもんだよ。それはないけど、まあ、結構できる子だったので。みんなに気に入られてましたけど、藤井さん何々してとか、藤井さん何々担当ねとか結構言われてましたけど、しくじったことをわざとしたような感じで書くのはそれはやばいやろ。我醉了，你醉了，你得罪。更叛逆，明明有头还要说没有。小薇，你真的蛮叛逆的。没有了，我会投，一定要帮我投，真的要帮我投。冷めないで。たと過ごした永遠の。あ、待って、思い出したかも。お姉ちゃんと喧嘩した日に、お姉ちゃんにイライラしてたから、お姉ちゃんが寝てる間に眉毛何本か抜いた。これって反抗期ですか？これはあるよ。なんかやっぱり人を傷つけるのはダメだからさ。お姉ちゃんにムカついて、お姉ちゃんが寝てる時にこう眉毛をキュッキュッキュッ抜いたのは覚えてるよ。それって反抗期？卒論のグループのやつわざと自分はあんま参考。それ反抗？あれじゃあそれでいっか。何で抜いた？手だよ手。手だよ手。手だで抜い、手だ、手で抜いたよ。あ、我刚刚说的是。ね、我唯一的叛逆、我刚刚想到就是。我跟姐姐生那个吵架，我对姐姐很生气嘛，然后就那一天还是对她不爽，所以她趁她睡觉的时候，我拔了她的眉毛，几根眉毛，她趁她睡觉的时候，好怀念哦。因为就是没办法伤害别人呐、啊，这样子就是只能把他的眉毛好像有点过分，但我没有伤害到他，他也没有拔光啦，只是几根而已，几根眉毛这样子都不怕拔了，再也长不出来。啊，会了会了会了，眉毛一定会长出来的啦，没关系，把眉毛伤害到他的毛根，还好啦，眉毛还好，应该是这件事情吧，差不多，曾经吧，それぐらいじゃない？多分，有剩几根？嗯，他本来就没有那么多。哦，难怪后来他去雾美了，雾美了。我姉ちゃん気づかん、こっち気づかんもんよ。めっちゃ爆睡する派だからさ、もうめっちゃ風こぞって抜くの。だから私と喧嘩した人は、あのどっかの毛が薄くなるっていう。一緒に寝てる時とかにこうなんか眉毛とか体毛をちょっとずつ抜いていかれるかもしれないよ。もう少し話持ってみます？え、どうやって？あ、もう全部抜いたみたいな。それはやばいよ。なんかサイコパスみたいやん。やらせ言えべ、マヨパーコンの関係。めっちゃおもろいやん。所以不能让我生气。啊，你们的眉毛都会不见。不然眉毛姐姐睡觉没感觉啊，她就是暴睡的那一种。她一睡就是暴睡。関西人やのに話すの下手やん。そうなんよな。そうなんよな。下手なんよな。あとなんや。あ、待って。なんか思い出してきたいっぱい。え、那我想了很，就是想到蛮多的。不好睡，感觉很棒。
部抜いてやばいと思ってマジックで書いたとか、それはやばいやろマジで。下次我手会要保护マユ。え、うまいよ。すごいね。你刚才小时候很叛逆嘛？啊，あとね、あとはね、動物の森、動物の森を同じ DS でやってて、で、保存してるやつが違かったんや。で、お姉ちゃんと喧嘩して、あ、なんかね、動物の森だから同じ DS の機械でやってたから、それでなんか全然 DS を譲ってくれないっていう理由かなんかで喧嘩して、お姉ちゃんの動物の森のそのなんか、なんだよ、メモ、なんか保存してるやつあるやん、保存してるやつを全部消した。全部一からリセットボタンを押した。でめっちゃ喧嘩した。啊，这个真的太叛逆了，不行！如果你们能玩，一定会抱气吧。我小时候，因为我们公用一个 DS， 你们知道 DS 吧？就是任天堂的一个游戏。でも面白くないけど、これは反抗だよ。玩る，我们用一样的机台，然后就用不同的卡片，然后有时候姐姐不借我玩，然后めっちゃ遊んでたと思う。お姉ちゃんの時やばかった。それ全部消したもん。我姐姐不借我玩嘛，然后就删除了她的那个卡片里面的东西，直接从头开始讲。姐姐收藏的东西，姐姐在那个动森里面收藏的东西都不借我。それを全部消したとか言えたらおもろいけどな。なになになにが？その時が来るって、那应该玩很久的，这个有点过分。何にゃって何にゃって。はい、じゃあ今日はここまでにします。2年半了就要关直播了，大家也可以送我礼物啊。カニタン今日プレゼントくれてないです。こんな夏だった。这个才是最不是叛逆吧，是叛逆。谢谢カニさんのぷいぷいちょー。ありがとうカニさんのぷいぷいちょー。那クッキー送我礼物，你每次都跟我说不准玩，你都不送我礼物。开玩笑，哎，真的给我了，谢谢你的粉玫瑰。谢谢你，但是我今天还是得关。谢谢你，好，那就要关直播了。骗人，可是我通常都会那个、啊、延后很久很久才会关直播，但是我今天真的没办法，不然你跟公司说，因为你们搬家了我，所以就妈有今天没办法去练习之类的。谢谢江江的好友上，谢谢小薇的游泳的猫，谢谢你游泳的猫。嗯，哎，叛逆就是要错不犯法，但会让人暴气的事情。我再想想，谢谢你们帮我想。我们搬家了吗？你有搬家了你？不是搬家了 ，kidnapped me 的意思。好，那我念哦。好，今天的第十名是江江，谢谢江江。今天的第九名是 Nicklick， 谢谢 Nicklick。今天的第八名是 Cookie， 谢谢。你们等我一下。モッチー、ママちゃん、等我一下哦，モチ过来。哎呦，对不起。最叛逆的还是某期这样子。我刚刚念到哪里去了？
十名第九名念第八名 Cookie 谢谢。今天的第七名是粉瘦瘦的鹿梨吗？谢谢鹿梨。今天的第六名是浪人咒，谢谢。今天的第五名是小薇，谢谢。今天的第四名是澳门客，谢谢。今天的第三名小五，谢谢。今天的第二名 Kicks， 谢谢。今天的第一名，看你当，ありがとう，谢谢大家。然后呢？刚刚说什么？对，大家记得帮我投票哦，真的要记得投票哦，要投票哦，大家帮我投票哦，我还没放弃哦，只是我们没办法自行宣传而已，但是我很想要上十二名，所以拜托帮我投票，谢谢投报，谢谢大家，那我们下次见，拜拜。还是不能宣传，拜拜。